ご都市対抗ご当地ビンゴのさら騒ぎ、イエーイ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 五大都市対抗ご当地美女のから騒ぎもついに最終回。五大都市の頂点に輝くのは一体どのチームなのか。前回に引き続きスペシャル企画第2弾、お絵かき対決スタート。続いてのお題はこちら、ドン、ファッション。さあ、皆さんの街で流行っているファッション、これを絵に描いてください。それでは皆さんどうぞ。地域ではこういったファッションが流行っているんです。どうですか？それでは一斉にお分けください、どうぞ。さあ、まずは札幌代表、ちょっと怖めのイラストが語る北国ならではのファッションとは。はい、札幌代表、さあこれは何ですか？お団子頭に耳かイヤーマフをしてするのが、はい、まあファッション。ファッションというか寒いので耳は隠さないと。あ、そうなんや。ダメ。そして、うん、あとマスク。マスク。マスク。マスクは風邪予防じゃなくて防寒。全部防寒。防寒用や。もうファッションというか寒さから身を守る生きる術。あ、で靴はあれだ、歩きやすい。歩きやすいんじゃなくて、より尖ってる。より尖ってる靴。なんか氷に刺すね。なるほど。お次は東京代表、このイラストがまたまた地方美女たちの対抗心に火をつける。なんか東京ならではというよりも、はい、あの一応最前線じゃないけど。またちょっと周りの皆さんがピリッとしましたよ。最前線引っかかってますけど、はい、雑誌の編集部とかあったりとか、あの109とか、はい、いいですね。雑誌の編集部が東京にはあるぞと。わかんないわかんないけど、うん、109があるぞと。いいですよ、全然いいですよ、何も間違ってないですよ。正しいこと言ってるんですから。そうだから、うん、言ってしまえばそんなに東京ならではの服っていうのが思いつかなくて、うん、っていうか一番今流行ってるものがメジャーなところ、うん、なるほど、なのかな。流行を作ってるのが東京だと。まあ、東京が着てるものがもうそれはもう流行なんだと。そういうことになっちゃいます。なるほど、それを聞いて皆さんいかがですか？なんかやっぱ生きてますよね。生きてる、出た、大阪ならではの言葉でなじってきました。生きてる。そんな大阪代表が描いたファッションは誰もが納得のコテコテ関西人スタイル。じゃん、はい、おー、あー、出た、はいはいはい、いそう。リアルに再現してみました。これはザ大阪っていう感じですね。ヒョウ柄が柄じゃなくてもうヒョウが乗ってるんですよ。そう、え、どういうこと、ヒョウが乗ってるの？ヒョウそのものなんですよ。ヒョウそのもの、はい、もう服がヒョウなんですよ。そう、柄だけは NG なんですよ。柄だけは NG、 どういうこと？ NG で柄とこの動物セットで大阪なんですよ、うんうん。あ、コラボレーション。柄だけやったらもう大阪のおばちゃんからしたら、いや、ダサいダサいと、うん、やっぱ表がヒョウで後ろがシマウマとかあるんですよ。もうむちゃくちゃやん。巻きついてる感覚やね。巻きついてる感覚。背中からこう前までみたいな。あー、あー、もうヒョウがすごいね。おばちゃんを食らおうとしてるみたいな感じやもん。すごいですね。あ、はい、質問です。うここで前回ダメ出しを食らった東京代表が反撃。大阪代表に鋭い質問が。え、じゃあ将来おばあちゃんになったらこういう格好するんですか？しないです。はっきり言うた。一刀両断。したいとは思わないんですけど、うん、してしまうんかなとは思います。環境がそうさせますよ、きっと。環境が嘘。、お母さんとかもどうなんですか？おばあちゃん、おばあちゃん、お母さんの一個上、おばあちゃん、おばあちゃんは絶対にヒョウ柄のジャンパー。あー、やっぱ着てるんや、ね、マルチーズ抱っこしてるんです絶対。マルチーズ抱っこしてるんですよ。そうなんや。どこ行くのにも絶対に。もうマルチーズも落ち着かへんよね、そんな。ものすごい肉食獣に抱かれてるみたいな感じですもんね。続いてのお題はこちら、ドン、グルメ。五大都市が威信をかけたグルメお絵かき対決。
まずは東京代表から。初っ端からこのやる気のないイラストは一体？東京チーム、これはこれはひどいですこれは雑ですよ。いや、適当じゃないんですよ。え、これあの文房具屋のボールペン売り場こんなんなってるんですよなあ、確かにそう見える。気を取り直してお次は大阪代表。やっぱり大阪のグルメ言うたらこれしかないで。じゃん、はい、やっぱりこれ大阪といえばたこ焼きです。たこ焼き、はい、間違いないですもんね。これはやっぱりね、めっちゃ美味しいですよ大阪のたこ焼きは、うん、どうですか、東京のたこ焼きとかも食べたりしました？食べようと思わない食べようと思わへんないやんか。美味しいですよ東京。まあ美味しいよね。やっぱ大阪で食べるからたこ焼きなんですよ、うん、いやだってどこで食べたたこ焼きはたこ焼きやもん。そうですよ、違うです、中身が違いますよ。中身たこや一緒やって全然違うんですよ。中身のもう出汁の風味がめっちゃ美味しいんですよ、うん、え、東京の食べたことあんの？ありますよ。 ある上で、はい、ある上でやっぱ大阪の美味しい。ごめんなさい嘘つきました。なんで嘘つくないのごめんなさい、高校生なんで。高校生やから、いや、あかん、嘘はお前、あかんよ、そんな幼稚園児からあかんよ、そんなんで。そして最後を飾るのは名古屋代表。しかし、このイラストをきっかけに五大都市の味覚戦争勃発。これまたいっぱい書いてくれましたね。はい、何でしょう。何これ、何これって。左上はおじさんですか？おじさん泥棒ですか、これは。目に見えるのはトマト。目に見えるトマトなんですけど、味噌カツです。あ、味噌カツ、はい、味噌カツで、味噌串カツ、うん、で、味噌おでん、味噌おでん、あと味噌煮込みうどん。味噌は味噌なんですよ、なんでも味噌。なんかもうカツとかも、うん、もう味噌がいいですね、やっぱりカツ味噌がいい。味噌じゃないとなくて味噌。ああ、そう、名古屋ではもうソースでかけて食べたりしないんだ、あんまり。しないですね。だって味噌つければいいと思ってるでしょ思ってるでしょ、そんなことないやんな。味噌かけると美味しいんですよ。味噌かけたら美味しいから、かけまだ味噌の良さを知らないんですよ。はまりますよ。関西ではごめんなさい、ソースなんです。でも名古屋は味噌なんですよ、うん、もういがみ合いすぎですよ、ね、もうその辺ね、もう東京なんて、あ、またやってるわぐらいの感じ見てますから。また地方出身者なんでもいいじゃんと、まあ、もうどっちも東京にはあるし余裕ですよ、そら。東京代表の超上から目線で締めくくられたご当地美女のから騒ぎ。そして最も魅力的なのは一体どの町なのか。さあ、それでは最後にですね、どの町が最も魅力的だったか、私の独断と偏見で選ばせていただきたいと思います。最も魅力的な町に選ばれたチームには、龍が如くグッズをはじめさまざまな雑貨を展開しているノルコーポレーションから最新雑貨セットをプレゼントしちゃいます。こちらです、ね、いいでしょ、いいでしょ、ね、もっとアピールした方がいいよ。おかっぱ、誰がおかっぱや。それでなんで自分に振り向いてもらえる思ってんの。キノコの山、誰がキノコの山よ。先輩、先輩、先輩、ありがとう。後輩、後輩、ありがとう。最も魅力的な街に選ばれるのは、北国らしさをアピールした札幌か、地方美女からの反感を買った東京か、味噌にこだわった名古屋か、関西ならではのトークを発揮した大阪か、最後までチームがまとまらなかった福岡か。それでは発表しましょう。今回最も魅力的だった街は、ドゥンドゥーン札幌です。わー、おめでとう。嬉しい、拍手。とんでもない。嬉しい、泣きそう。よかった、おめでとうございます。ありがとうございます、ね、札幌チームはやっぱりね、こうイラストもちゃんと描いてくれてましたしね。描きましたよ。とみんな、あの、汚いの下げてください。汚いとか言わないでくださいよ汚いのやめてください。いや、やっぱ札幌チームはその辺やっぱ平均点がすごく高かったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。
どうですか、優勝しましたけども。札幌最高です。札幌最高、はい、でもちょっと疲れました。ちょっと疲れました。戦いの中に紛れて、やっぱ田舎だからか、うん、なるほど、平和主義なんですよ。ちょっと周りのこのね、ガヤガヤうるさい連中に紛れて今の段がビチバチビチバチ火花がすごかったよね。さあ、これからですね、皆さんは最終オーディションに向けて頑張っていかなければなりません。お互いをですね、良きライバルとして切磋琢磨し、そして自分を磨いていってください。それでは最後に皆さん、カメラに向かってお願いします。龍が如くファイ、バイバイ。絶賛開催中のオーディション、ミス龍が如く5を探せ。最終候補15名のご当地美女がミス龍が如く5の座をかけて熱い戦いを繰り広げる。現在公式サイトでウェブ投票を実施中。さらに公式サイトでしか見れない写真やインタビュー動画もあるぞ。今すぐ龍が如く.comへアクセス。